あいうえおいうえおわうえおわいえおわいおわいうえ。よし。入社2年目の大町怜央です。1年先輩の篠原浩先輩は何やら失敗してちょっとごねている様子が映っていましたが、まあ、僕はかっこよく決めて篠原さんに一泡吹かせたいと思います。よろしくお願いします。優勝商品生温かい肩たたき機。うわ、優勝商品生温かい肩たたき機。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 よし、お願いします。優勝商品生温かい肩たたき機。優勝商品生温かい肩たたき機。優勝商品生温かい肩たたき機。篠原さん超えっていうことでいいですかね。よし、アップになりました。中級編お願いします。お願いします。輸出車貨客船乗車中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 。輸出車貨客船。キャキキ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 キ。よし、お願いします。輸出車貨客船乗車中。輸出車貨客船乗車中。輸出車貨客船乗車中。輸出車貨客船ですね。悔しい。ちょっと泣きの一回もらっていいですか。次やったらいけそうですね。インプットできてます。じゃあ次で。すいません、泣きの一回ありがとうございます。輸出車貨客船乗車中。いきます。輸出車貨客船乗車中。輸出車貨客船乗車中。輸出車貨客船乗車中。ごまかしきれず。貨客船ですね。貨客船がもう。輸出車貨客船乗車中。結構上級編並みの難しさだと思うんですけど、逆に上級編だったらスパッと言えたりすると思うんですけど、挑戦したいんですけど、いいですか。挑戦します。いいですか。挑戦します。新設診察室視察後摘出手術。新設診察室視察後摘出手術。新設診察室視察後摘出手術。よし、覚えたかな。お願いします。新設診察室視察後摘出手術。新設診察室視察後摘出手術。新設診察室視察後摘出手術。ですよね。ちょっと気合い入れすぎて一発目に噛みましたね、もうね。一周目で噛んでましたもんね、今。この上級編ちょっと長くて覚えるのに頭いっぱいになっちゃうところもあると思うんで、これ読んだらもしかしたらスパッといけちゃうかもしれないです。ちょっとやらせてもらってもいいですか。読んだらいけると思います。読んで OK ですか。すいません、ありがとうございます。いきます。
新設診察室視察後摘出手術、新設診察室視察後摘出手術、新設診察室視察後摘出手術。ごまかしきれず、ちょっとチャレンジ精神に免じて、ちょっと許していただいてもいいですか、本当、すいません。いやー、でもこれクリアしたかったな、すごい調子良かったんで。いや、練習ではこう軽く言えたつもりになっていても、ワンテイクでマイクを前にすると、やっぱりちょっと緊張して、うまくできないなというのを改めて感じました。まあ、ただ、いっぱい噛んでしまったので、アナウンサーとして、まあ、2年目、もう2年もプロでやってるので、まあ、今後こういうことがないように、しっかりと努力していきたいと思います。ありがとうございました。